ヘアをマイナス3ヘアをマイナス3の模式図ヘアをマイナス3はアメリカ航空宇宙局のヘアを計画の3機のうち最後の天体望遠鏡であり1979年9月20日にアトラスセントールで打ち上げられ軌道傾斜角43.6度初期近点 486.4km のほぼ円の低軌道に乗せられた通常の運用モードは継続的な天体のスキャンで 太陽を指す探査機の Z 軸に沿って20分ごとに1回転している。打ち上げ時の機体の合計質量は 2660.0kg であった。部屋をマイナス3には3つの科学機器が搭載された。1つ目は極低音の高解像度ゲルマニウムガンマ線、分光計で、あとの2つは宇宙船検出のための機器である。それぞれの機器の目的は次の通りである。 0.06から10メブの X 線源及びガンマ線源の強さ、スペクトル、時間挙動を分析し、背景の拡散 X 線及びガンマ線の等方性を測定する。また、X 線とガンマ線の基線を探索する。原子量7から56の間で宇宙線流束に最も多く含まれる同位体を決定し、また、原子番号4から50の間の 核元素を決定する。原子番号120までの超重原子核を探索し、原子番号20以上の原子核の素性を測定する。ヘアを C-1 機器は、装填実験のための機器で、高 X 線と低エネルギーガンマ線の帯域で運用される。ガンマ線分光計は、特に構星や銀が、生還物質中の非電子の対象滅や、 生管物質と宇宙船の相互作用、宇宙船原子核合成における放射性生成物、低エネルギー宇宙船による各反応等で生成される511ケブのガンマ線を検出するために設計された。さらに基地の高 x 宣言に対するスペクトルや時間挙動についても詳細な調査が行われた。実験機材には背景復射を抑えるために、 平均 6.6cm の厚い溶化セシウムのシンチレーションシールドに収められた合計約100立方センチメートルの大きさの低温 P 型高純度、ゲルマニウムガンマ線検出器がある。実験では0.045から1 0 m のエネルギー区間にあるガンマ線のエネルギーが測定される。ゲルマニウム検出器の当初のエネルギー解像度は一点三三でケ以上で 先感度はエネルギーに依存して 1E-4 から 1E-5 スクエアセンチメートル SR。主要な実験パラメータは、気化学的因子11.1スクエアセンチメートル SR、実行面積100ケブで75平方センチメートル、視野45ケブで半値幅から30度、時間解像度0.1ミリ秒以下10秒である。 ガンマ線分光計は低温化装置が停止した1980年6月1日まで運用した。ゲルマニウム検出器のエネルギー解像度は放射による損傷によりおおよそエネルギーと時間に比例して減少する。主なデータは NASA ヘザークとジェット推進研究所から得られる。機器、軌道、データや探査機の維持管理の情報等が1600。 BPI のテープに収められているが、より近代的なメディアに保存されたものもある。この実験は、アラン・ヤコブソンの指揮の下で、ジェット推進研究所により提案、開発、運営された。ヘアを C-2 実験は、宇宙船中の原子番号4から26までの相対同位対比と、原子番号50までの元素の存在量を測定する、ものであった。 チェレンコフ係数機とホドスコープは地球の磁場とともに分光計を形成する。これらの機器は2から2 5ジェブ c の運動量範囲の宇宙船の電化と質量を10%の正確さで測定する。指揮したのは主要発明者のプロフェッサーベルナール・ピーターズとドクター・ラヨ・コッホ・ミラモンドである。この実験の主なデータベースはセンター・エチュード・ニュークリー・アラーズで作例と ベニッシュスペースリサーチインスティチュートにあるデータは1985年にイングルマンらにより提供されたヘアを C-3 実験の目的は宇宙宣言の同定や原子核合成、電波モードの解明等のため宇宙船中の原子番号17から120のエネルギー区間0.3から10ジェブの原子核の電化スペクトルを測定することであった。検出器は 上下両等のほど、スコープと三つの電離箱から構成されていた。両端は、チェレンコフ放射体によって分離されていた。気化学的因子は4スクエアセンチメートル SR であった。電離箱は、低エネルギーでは0.24電化単位、高エネルギーや高原はじめ番号では0.39電化単位に分解できた。チェレンコフ係数期は0.3から0.4。 電化単位に分解できた。ビンズラはさらに詳細を記している。実験は、エドワード・シー・ストーン、ドクター・マーチン・ H イスラエル、ドクター・セシル・ J ワディントンらの指揮の下カリフォルニア工科大学のスペース・ラディエーション、ラボラトリーが提案、運営した。ヘアオ -3 は、NASA のマーシャル宇宙飛行センターが運営した、ヘアオ計画の最後のミッションであり、主要製造者は、 trw であった。ありがとうございます。